あのね、最近読んだ小説にすごく大和なでしこって感じのキャラがいたんだ。可愛くて奥ゆかしくて、なんだかエミリーちゃんみたいだなって。まあそんな、ありがとうございます。ゆり子さん、光栄です。ですが私はまだまだ修行中の身、理想の大和なでしこになるにはもっともっと精進しなくては。今でもエミリーちゃんはとっても素敵なのに、大和なでしこになるのは大変なんですね。エミリーちゃん、ゆり子さん、お二人はどんな人が理想の大和なでしこだって思いますか？理想の大和なでしこか。改めて聞かれると言葉にするのが難しいね。王道はやっぱり可憐でおしとやかで、あとは真の強さを秘めた女性かな。可憐でおしとやかで真の強い女性、一体どんな方なんでしょう。そうですね、劇場で言うと高根様や紬さんのような方ではないかと思います。雅さや奥ゆかしさ、そして立ち居振る舞い、どれをとってもお二人は理想の大和なでしこです。憧れます。プロデューサー急いでくれたんだけど、道路がなまら混んでたんだべさ、ごめんね。本当にすごい渋滞だったね。みんな遅くなってごめんね。お疲れ様です。あ、そうでした、ユキホさんが素敵な大和なでしこだと思います。何のお話？言われてみれば確かにそうかも。ユキホさん、よく私たちを気にかけてくれるし、上品で清楚だし。はい、私たち理想の大和なでしこってどんな人なんだろうって話をしてたんです。それで私が大和なでしこ、そんな言い過ぎだよ。貧相でちんちくりんでダメダメな私が大和なでしこだなんて。そうかな、私はユキホさんにぴったしだと思ったけども。ひなたちゃんまで。公演の主役という大役に指名してくださりありがとうございます。仕掛け人様やごひいき様方のご期待に添えるよう精一杯務めさせていただきますね。そういえばエミリーちゃんはどんな公演にしたいとかもう決まってるの？はい、やはり私は大和なでしこらしく雅で奥ゆかしい舞台にしたいと思っています。私、エミリーちゃんにはいつも優しくしてもらってるべさ、恩返しせねばな。私もいっぱい頑張ります。エミリーちゃん、素敵な公演にしましょうね。私も役に立てるかわからないけど頑張るね。
私も座長として皆様を引っ張っていけるよう頑張ります。進めていいのか少し不安に思っています。エミリーちゃん、こんなにできてるのに不安なのかい？レッスン順調に進んでると思うんだけども。ええ、稽古の進捗は順調です。ですが、主役公演をするには何か足りない気がしてるんです。それがなんだかふわふわしていて、私にもうまく言葉にすることができないんです。私は皆さんが主役公演で活躍する姿を近くで見ていました。その時の皆さんと今の自分を比べると、やはり何かが足りなく思えてしまって。なんだろうか。私はレッスンの通りに頑張っただけなんだけども。私もいつもみたいに歌とダンスを一生懸命頑張っただけです。それなんです。いつも通りなんですけど、いつも通りではない、少し特別なもの、セリカさんと日向さんが披露されたような、そんなものを私もごひいき様方に届けたいんです。けど私にとってのそれが何なのか、何をすればいいのか見当もつきません。いつも通りだけど少し特別。改めて言われるとなんだか難しいことかも。大丈夫です。みんなで考えればきっと見つかります。そうですよね、プロデューサーさん。うん、私頑張るよ。
ミリーちゃん、一緒に考えようね。もちろんです、エミリーちゃん。新しい自分に生まれ変わるのは物語の定石だよ。皆さん、ありがとうございます。とても心強いです。それはごひいき様方ではないのですか？皆様に喜んでいただくために舞歌うのだと。でもいつも通りだと何か足りないって話なんだよね。難しいべさ。いっそ歌とダンスの他に何か取り入れてみる？主人公が新しい必殺技を習得するみたいに。それはやっぱりエミリーちゃんがセンターだし、エミリーちゃんのステージじゃないでしょうか。私もそう思います。私がお客さんだったら歌って踊るエミリーちゃんをたくさん見たいです。ですが、私はもう今回の主役公演についていろいろな要望を出してしまっています。大和なでしこらしい雅で奥ゆかしい舞台にしたいと。さらにわがままを言うなんてご迷惑では。そんなこと全然迷惑だなんて思わないよ。だってこれはエミリーちゃんのステージだもん。うんうん、そうだべさ。エミリーちゃんがやりたいようにやるのが一番だよ。ですが、プロデューサーの言うことわかります。でもエミリーちゃんの気持ちもわかるかも。ユキホさん、そうなんですか？あ、ごめんね、私なんかが偉そうにわかるだなんて言っちゃって。私も同じだったから。みんなが大丈夫って言ってくれてもなかなか踏み出せなくて。幸せ者です。したっけ？
レッスンに戻るべさ。楽しみが増えた気がするね。でも、雅さってどうしたら身につくんだろう。勇者でいう勇気と同じですよね。大丈夫です。またみんなで考えればきっと答えを見つけられます。そうだね、最後まで頑張ろうね。はい、必ずごひいき様方に喜んでいただける素敵な舞台にしてみせます。ありがとうございました。舞台はお楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。今日の舞台に立てたこと、私絶対に忘れません。この景色は一生の宝物です。これからもどうか見ていてくださいね。また劇場でお会いしましょう。仕掛け人様、やりました。今の私にできる全てをごひいき様方にお届けできました。私ったら大きな声を出してしてない。エミリーちゃん、すごくすごく素敵だったよ。お客さんたちずっとステージに釘付けだった。エミリーちゃん、とっても綺麗でした。あれが大和なでしこなんですね。ありがとうございます。ですが、あのように舞うことができたのは皆さんのおかげです。私のわがままに協力してくださって本当にありがとうございました。個性、わかります。こだわり大事だと思います。物語の主人公は誰にも譲れない強い信念を持っているからこそ輝くんです。そうなんだね。だからエミリーちゃんはステージの上でもキラキラに輝いてたんだべさ。仕掛け人様、わかりました。私、自分のこだわりを大事にこれからも精進してまいりますね。ねえねえエミリーちゃん、みんなもこの後打ち上げしようよ。ゆり子さん、とても素敵な考えです。仕掛け人様も来てくださいますか。はい、お待ちしてますね。それではお先に失礼いたします。
ディアさん。そう言ってもらえると嬉しいです。ユキオさん、仕掛け人様、どうかされたんですか？皆さん待ってますよ。あ、うん、今行くね。プラディアさん、失礼します。ありがとうございます。主役公演を通じて学んだことをごひいき様方にもお伝えしたかったんです。一言で和と言ってもいろいろあるのですね。奥深さに驚くばかりです。はい、それと電子日記帳では仕掛け人様のことには触れられませんでした。なのでぜひ改めてお礼を言わせてください。いいえ、礼節を軽んじては大和なでしことは言えません。仕掛け人様、この度の主役公演では本当にありがとうございました。立派な大和なでしこになれるよう精進してまいりますので、これからもご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ところで仕掛け人様、この後はお時間ありますか？ゆり子さんたちにお茶に誘われているんです。よろしければご一緒してくださいませんか？